東山三条停車中の京阪八重系、電車京阪三百型と京都市電東山線、東山三条駅は、かつて京都市東山区三条山と王子、下がる古川町にあった京阪電機、鉄道京神線の鉄道駅。1997年の京都市営地下鉄東西線開業に伴い京神。 線形新三条駅御用駅間が廃止されたことで廃駅となった。三条通常に設けられた電停タイプの駅。ステップを備えた車両しか停車できない関係から普通列車のみの停車駅で休行準急は通過していた。南北に走る東山2の東側に対抗式のホームがあった。1978年9月までは、 東山2を走る京都市電東山線と平面交差しており、市電の東山三条駅との乗り換え駅でもあった。この東山線との間には、第二次世界大戦中に連絡線が設けられ、戦中戦後には、市電側から、市業輸送の貨物電車が京進線に乗り入れた。その後この連絡線は撤去されている。もともと当駅廃止まで三条駅を介して、 京阪線と大津線とにまたがる運賃は、それぞれを合算した額が基本だが、当駅だけは例外で京阪線系統の駅から三条駅までの運賃に少し上乗せしたような額が適用されていた。ありがとうございます。